皆様こんにちは、ナビゲーターのさくらです。今日もご視聴いただきありがとうございます。今回はベトナムに日本製の鉄道車両が到着し、現地の人たちが喜んでいる話題やその背景について、また先日ベトナムに菅首相が訪問したニュースや日本とベトナムの関係など、今回も楽しくお伝えできればと思います。9月30日に日本製の鉄道車両を乗せて日本を出港した船が、1週間以上経った10月8日、無事ベトナムに到着しました。10月13日付、NHK ニュースウェブの内容によると、ベトナムの最大都市ホーチミンで日本の支援を受けながら整備が進められている都市鉄道の最初の車両が到着し、13日に記念の式典が開かれたということです。その時、ホーチミン市の幹部は、都市鉄道はホーチミンと日本をつなぐ架け橋となると期待感を述べています。現在ベトナム南部の都市ホーチミンでは、中心部と郊外のおよそ20キロを、高架とその一部を地下鉄でつなぐ都市鉄道の整備が進められていて、日本は JICA 国際協力機構の円借款を通じてこの整備事業を支援しています。この事業に使われる車両は日立製作所が日本で製造しているのですが、先日納品された車両は当初は今年4月にホーチミンに到着する予定でした。遅れたのは新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、車両の受け入れを担当する日本の専門家がベトナムに入国できなかったことなどから、車両の到着が半年ほど遅れたということなどを報じています。日立製作所が製造したベトナム初の地下鉄車両は3両編成、座席数は1両あたり147席。東京近郊にお住まいの方なら想像しやすいかと思いますが、東西線のように都心部では地下、郊外では地上を走ります。ホーチミン市では全部で8本の路線が計画されています。日本製の車両が走るのは1号線で、現時点で 76% の工事が完了しており、来年末には開業予定です。日立製作所は、今回車両を担当するだけではなく、運行システム一式、そして5年間の保守工事も受注しています。世界に誇る日本の鉄道技術を車両もシステムも丸ごと出荷したということになりますね。ベトナムには現在、ホーチミンと首都ハノイを結ぶ通称統一鉄道のみが存在します。しかしこの鉄道、1日4本しか運行されておらず、その際にはディーゼル機関車が全長 2600km を33時間かけて走ります。驚いたのは、この2600km のうち、複線はたった2キロだけで、ほとんどが単線だということです。高速鉄道を整備するために2006年、ベトナム政府は日本政府に協力を要請していました。鳩山幸男氏が首相だった2009年の民主党政権時、当時のベトナムの首相は、日本の新幹線方式の導入を検討していると言及されましたが、費用がかかりすぎるということで、時速200キロ以下の準高速鉄道に計画を切り替えています。高速鉄道の技術もノウハウも全くないベトナムは、どうしても全てが海外頼みになってしまい、費用がかさみます。このため国内からは、鉄道よりも高速道路を整備すべきとの意見が多く上がっているそうです。2018年時点の計画では、2020年から建設が始まる予定でしたが、国会でも異論が噴出している状態らしく、そのような記事が出てこないということは、この計画はどうも暗礁に乗り上げているようですね。その代わりと言ってはなんですが、9月30日、南北高速道路に属する3県のプロジェクトの起工式が行われています。ますます高速鉄道計画の立場が危うくなってきましたね。日本の地下鉄事業はホーチミンの話でしたが、ライバル都市のハノイでも都市交通、地下鉄事業が進められています。こちらは中国の ODA で2011年着工、2015年に開通予定の路線があるのですが、現在も運行開始されていません。
遅延理由としては中国の請負業者と揉めたり、資金の支払いが遅れたり、総工費が倍に膨れ上がったりと問題だらけ。事業遅延の原因は主に中国側にあるとベトナムは言いますが、二国間でまだまだ揉めそうな雰囲気です。ハノイ市民はなぜ日本に任せなかったという怒りの声を上げたり、電車はもう走らないのではないかという諦めモードに入っているようです。完成した地下鉄は使うことなくこのまま朽ちてしまうのでしょうか。実は日本が請け負っている今回のホーチミンの地下鉄事業においても2018年に一度工事中断の危機が訪れています。未払いの工事代金の規模が大きくなり、日本の受注業者が工事中断の可能性を示唆したからです。このような困難を乗り越えて先日の車両の到着にこぎつけています。日本はハード面だけでなく鉄道運行のための人材育成や商業施設や行政機関を駅に組み込む駅中事業などソフト面でも力を入れています。来年末の運行開始が楽しみですね。その間何もなければいいのですが。ところで菅首相は10月21日ベトナム、インドネシア2カ国での外交を終えて無事帰国されました。19日にベトナム国営紙に寄稿された菅首相は、日本には約41万人のベトナム人が住み、多様な人材が活躍しているとして、ベトナムとの友好関係を強化する考えを表明しています。今回の首脳会談では12件の文書交換が行われているのですが、その内容は、防衛装備品の移転協力、イオンとホーチミン市の都市開発に関する覚書、住友商事との北部地域での工業団地に関する覚書などを結んでいます。そしてインド太平洋構想に積極的に協力していく考えをフック首相は示しています。ベトナムは1887年から1945年までフランスの植民地でしたが、それ以前は南韓、宋、元、明など国境を接する中国歴代王朝に繰り返し侵攻されては撃退してきています。そういった歴史的背景により、領土は一寸たりとも中国に譲らないと県中感情は日本の上を行き、激しい反中デモを何度も起こしています。とは言ってもベトナムはベトナム共産党による一党独裁体制です。アメリカと戦争して勝ったベトナム、中国嫌いだけど共産党一党独裁という中国と同じ政治体制で動くベトナム、政治、経済だけでなく国民感情も複雑です。日本から見れば技術実習生の半数がベトナム人、介護の現場ではベトナム人抜きでは回らない状態になっています。そしてベトナムはサプライチェーンの見直しによる中国からの工場移転先としても注目されています。政府レベルから私たちの日常生活に関わる部分まで日本と深い関係にあるベトナム、日本製の地下鉄が市民の足になり、ホーチミンの交通渋滞や大気汚染の緩和につながればいいのですが。この都市交通計画も当初は2018年運行開始予定でしたが、2020年、2021年と延期されてきています。ハノイで作った中国の地下鉄のように完成したのに5年放置なんてことにならないことを願っています。今回のニュース、現地ベトナムからも興味深い声がたくさん上がっていましたので、次にいくつか取り上げてみたいと思います。海外の反応。本当に素敵な電車、いつかこの電車に乗りたいです。ホーチミン市民は日本製の電車に乗る日を楽しみに待っています。日本製品は最高です、ベトナムにようこそ。日本の電車にそっくりだ。我が国では日本人のように清潔を保つことができるでしょうか。少なくとも大声で話したり唾を吐くことは禁止してほしい。多くの人がこの電車のデザインに不満のようですが、最初の電車ですから不満は避けられませんね。格好の悪い機関車と比べたら断然美しいよ。ハノイの皆さん、悔しがっていませんか？
日本の駅のように駅中が充実するのかな。中国と取引するよりも日本と仕事した方が絶対にいいに決まってる。ところでハノイの地下鉄は一体いつになったら動くのでしょうか。ベトナム人は日本と聞いたらすぐに OK を出しますよ。私たちは日本から学ぶことがたくさんありますね。日本は誠実で嘘をつかない友人です。このいい関係を維持できるように私たちも頑張りましょう。中国製品をボイコットしよう。日本に行ったことのある人なら知っているはず、あの日本の凄さを。ベトナムも文明化され、先進国に近づくために努力していきましょう。日本に住む私からすれば、これは日本の日常の光景です。この電車の美しさが失われないように、人々の意識を高めることが必要ですね。日本製品は値段は高めですが、品質が最高なので選ぶ余地がありません。フランス製、日本製は信頼できます。一方、中国製は。日本は決して私たちを裏切らない。この工事は何度も延期されましたが、それでも待つだけの価値があるでしょう。この電車は私たちの街を一変させるに違いありません。ここからは私的な感想になりますが、東京メトロ東西線の新車ですと言われても、あ、そうなんだと思ってしまうくらいそっくりな車両。ホーチミン市を走る姿をこの目で見てみたいですね。日本の反応は軍事的には対中包囲網の一員になってほしい。経済的には中国の工場の移転先として魅力的。身近な問題としては技能実習制度という低賃金での搾取はやめた方がいいなどの意見がありました。技能実習制度を残すのなら本当に技能を身につけさせて自国に帰って電車が作れるように、またメンテナンスができるように育ててあげれば日本から ODA で車両を買うよりとても意義があると思います。皆様は今回のニュースどう感じられましたか。皆様のご意見、ご感想をお待ちしています。評価クリックやチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。